入ってこってんの、本当にマジでこんな話なんて本当に死んじゃうんだよ、ね、フルサーバーだって全然金持ってんのに入んないのは本当にヤバいからなんだよね。よっ、分かってないからみんな本当俺の気持ちを。こっちは本当マジでやってんだからさ、ね、波とか関係あるでしょ。何がお前があんなに入れんの、じゃあダメんじゃねえよ、できもしねえやつ、うるせえんだよ。分かってるんですよ。一発でもう本当それからできなくなっちゃったら死んじゃったりするの、波に入ってんだよ。どうせそれ死んじゃったら俺なんか一人で入るのが多いんだからさ、日本とかだったら。こっちはプロ中のプロだったらもうほんとバイバイしてることがあるからね、一応こうやってやっとくんだよ、ね、あ、こう稽古か、そんなことはないけどね、かっこつけて言ってんだよ。その頃かっこつけ必要だからね、本人でもね、誰かやるよね、調整してこいよ。お前さっきのやつ誰だよ、アルシェさんもやんのか、さっきのやつは、さっきのやつは誰だ、ほらお前やんのか、まあ、海で死ねえよ、頑張ってたし知るわけねえだろ。大丈夫、ありがとうございます。本当は娘は仮面直してください。成長不動産でこれからの若い子の見本になってください。所得倍増計画も実行しつつよろしくお願いします。ありがとうございました。そんなこと言ってて半年ぶりぐらいじゃん、全然あれじゃ真剣に応援してないでしょ。女の子そんなのもう分かるじゃん、俺がみんなだと分かるじゃん、出てこないでさ。あ、おいだ、俺の先輩がだってみんなが応援してくれるって言うと俺の周りとかね、だからやるんだよ。みんな応援してくれないからこっちは本気でこんなできるのによ、ね、資格を持ってるのになんか命かけてないみたいな感じで、あみたいな感じでしょ。マジでバケマンよ。俺みたいにね、勉強もできてね、スポーツとか武道ができるみたいな、そういうやつがね、やっぱりね、見本見せないと、入れずにの男よね。むしろ入ってやってんだよ、男え、あれ入れずに入れて男だってなんかないだろって言うんだよ。ね、格闘技で俺ら言ってて、そんなの男じゃないだろって言ってんだよ、だからやってくださいってみんなが言ってんだよ。ね、本当にご飯も柔らかくて美味しいな。でももうちょっとして、うん、ね、体が、ね、入ってないんだからね、体がね、ただいい人なんだからさ、水の量が少ないで、日本と一緒なんだよ。学も取って ね、英語も話せて、ね、サーフィンも好きもできる、ブローもできる、ね、誰よりも平和を愛してるね。このこんな俺がね、入れ墨を入れるっていうこの46歳で、そのぐらいのことなんだよ、そのぐらいのことでしょ、ね、コロナもあって、ね、戦争もあって、みんなこうあの待ってる人、日本人なんか先進国しか見てないから、2、30国、ね、そういう姿しか見てないんだよ。大体さん、近藤組長の最近の話だもん、本当に。選挙では大事だったもん。俺なんか今何百万出してくれてるって言われるよ、ね、月にみんな何十万というか 何十人ぐらいだよ、ね、月に10万とか10万円とか出してくれてる人は10人ぐらいですよ、ね、月に100万円以上出してくれてる人もいるんですよ、ね、それで成り立ってるから俺は誰にもう地元の先輩たちがそういうのしてくれるってテレパシーって言ったけどね、嘘かもしれないけどね、うん、今回もあったけどね、名前をとか言わないけどね、分かんないけどさ、こんなだけどかけながらやってくれてるよ。